はい、皆さんこんにちは、ナスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね病室から動画を配信していきます。この動画でですね、白血病や癌になってしまった患者さんや、そのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆さんの血液が必要です。下の概要欄に献血と骨髄バンクの URL を貼っておきます。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、よろしくお願いします。今日はですね、前回の動画の続きになるんですけども、僕の数値が原因でね、看護師さんを困らせた話と、インターネットの情報ですね、前回も話した通りなんですけども、その情報がね、人を動かして人を変えてくれるんですよね。フェイクな情報であれば人は変わってしまうになってしまうと思うんですけどね。いい情報も悪い情報もね、情報化社会って言っても怖いもんですね。話は戻りますけど、あの頃知りたかった情報ということで、前回は仕事を始めた頃のことをお話ししたんですよね。今回はもっと過去を遡ってしまうことがありましてですね、ほんまに今更なことなんですけどね、それがね、僕の場合ね、野球の知識やったんですよ。野球の知識ね、で中学の時野球部に入っていまして、レギュラーでも何でもなかったんですけどね、小学校の時に地域の子ども会のお遊びソフトボール、お遊びソフトボールに入ってまして、僕が5年生の時にね、この1個上の先輩の6年生の先輩らは9人、野球とかソフトって9人にするんで、9人なんですよ。で、僕、5年生の僕が、1人だけやったんですよね。合計10人のチームやったんです。で、その6年生が小学校卒業したら、そのソフトボールチームはですね、僕一人だけになってしまったんですよ。一人だけになってしまったんですよ。でも子ども会というものは地域にずっとあるものなので、ずっと続いてます。今でも続いてて、実家の近所の子どもたちは、地域の子どもたちはね、楽しくこの季節の行事などね、法事じゃないわ、地蔵盆とかね、地域によってあると思うんですけど、そんなんもずっと続いてます。そう、しかしソフトボールチームは僕が卒業してからありません。なので僕はまともにそのソフトボールをしてなくてですね、チームメイトもいなけりゃ競争する相手もいなかったので、投げるとか打つとかを上手になることもなかった、しなかったまま、できなかったまま中学校の野球部に入りました。ほんなら他の一緒に入ったみんなはね、同じ時に入学した同級生の一緒の野球部員の子らは、この少年野球チーム上がりとか、別の地域の人数のめっちゃいてるソフトボールチーム上がりやって、みんなその小学校の頃にね、その野球の技術的にも体力的にも、その野球の知識を、情報を、考え方をですね、しっかり持ってる状態で中学の野球部に入ってきた、入部したわけですよ。そんな情報格差がね、生じてですね、最初の基礎練習でもぶっちぎりの僕なんか置いていかれてしまったわけですね。でですよ、で今この、 36歳になる年齢になって、このインターネットで飛び交ってるこの世の中のね、野球の情報といいますか、練習方法をね、野球の練習方法をね、ボールの投げ方の基本フォームとか、ゴロの取り方、フライの追い方の基本フォームとか、野球してる人やったらもう分かってることなんですけど、バットの振り方、バットのスイングの仕方におけるバットの
ヘッドが動く、ヘッドって言ってもバットの一番上のところなんですけど、が動くこの軌道とか、体のバランスの取り方、キャッチャーの構え、キャッチャーの構え方、盗塁に、ランナーが走る盗塁に備えて、体重移動の仕方とか、知らんかった情報がね、今36歳になる僕に集まってきたんです。まあ、自分で調べていってしまったことなんですけども、まあ、入ってきたんですよ。で、中学校の入学して野球部に入った当時に、あの頃にこのような情報があれば、僕がもっと野球に関してもっと知識やね、経験を積んでおけば、あの頃もっといけたのになっていうふうなことをこう思いつつっていう感じなんですけども、そうなんですよ。その情報がね、なかった分、僕知らなかった分ね、あの時後悔、まあ、後悔じゃないけど、まあ、楽しくできたっちゃできたんでね、良かったんですけども、まあ、もっとチームに貢献できたり、ね、もっと上手になれたかなっていう感じはしました。まあ、努力すればね、良かっただけなんですけども、まあ、そんな中で、そのボールの投げ方のフォームをね、あのね、プロ野球選手が少年たちに教えてる動画をやってたんで、それを見てて、やりたくなって真似してさっきやってたんですよ。そう、なんせその最近知った自分の中では最新の情報なわけで、テンションめっちゃ上がってたわけですよ。ほんでね、ちょ、こうやって一応今からやりますね。っていうのを、このね、軽くするこの動きを、まあ、シャドーピッチングなんですけどもね、軽くですよ。今みたいに、この10回、たった10回くらいやっただけでですね、看護師さんがね、飛んできて、ドアをガラガラって開けて、勢いよく開けてね、鬼の形相でも怖い顔して、今何やってた？なんかしてた？なんかしてたでしょって、こう、キレ気味にめっちゃ言われて、僕は別に、ピッチングしたから、いや、ちょっとピッチングをって、ピッチング練習をって説明したら、まあ、許してくれたんですけど、まあ、というのもですね、僕の体にね、こんなのつけてるんですよ。この、心電図といいますか。心電図がピコンピコンってなるやつを、この僕の体、こことこことここにペタペタペタって貼ってるんです。で、これをつけてるとね、あのスタッフステーションにある看護師さんがいてる部屋の画面にね、僕の心臓のこの こっちかなピコンってこういうなんか波打つやつとかあるでしょ、よく見るでしょ、あれがね映ってるんですって。で、僕がシャドーピッチングをした軽くしたために、その心電図がブワーって速くなったみたいで、焦って飛んできてくれたみたいです。そう、まあ、情報を得てテンションが上がってしまった僕が、まあ、上がってしまったがためにですね、前回も先ほどもちょっと言った通りなんですけども、まあ、書類上では体は貧弱のくせに、それを証拠づけるように看護師さんを心配させる感じになってしまうことが先ほど起こってしまったっていう話でした。まあね、その、まあ、今やらんでよかったんちゃうかなと思います。まあ確かにね、まあ今は2回やっただけなんですけど、まあ、10回シュッてこうボールをね、こうタオルをよくやる、野球部の子よくやるんですよ。このタオルを先を結んでボールを持ってるかのように持って、これをこうシュッとこう投げる、で、まあバットみたいにこう振る練習とかね、やるんですけど、それ今みたいな軽くするのを長いことしたらすぐハーハー言ってしまう、心拍数が上がってしまうっていうような体の状態やったんで、
もうちょっと元気になってからでいいかなと思いました。まあ今日はこんな感じです、最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画チャンネルがいいと思ってもらいましたら、グッドボタンのチャンネル登録をよろしくお願いします、本日はご視聴ありがとうございました。元気になったらね、誰かキャッチボール一緒にしてください。お願いします。